まあ、日本人が住む注意点としては、結構ですね、夜遊びとかする人が結構ジャカルタとかに来るんですけども、ぼったくりが実はあったりとかするので、その辺はちょっと気をつけた方がいいかなと。まあ、日本人がそもそもですね、移住するのに治安が悪い国として、まあ、ベトナムとか、インドネシアって、まあ、フィリピンあたり言われるんですけども、まあ、場所を選べばそんなに問題ないのかなっていう印象ですね。まあ、インドネシア長期滞在ビザっていうと、有名なのがソシアルブダヤビザっていうのがあって、3ヶ月ごとに更新できて4ヶ月、4回までできるので、最長180日いられるっていうのがあるんですけども、まあ、これ結構利用しているっていう人が多いですよね。まあ、ジャカルタの治安は、本当に場所によってって感じで、やっぱりローカルエリアに行かないことですよね。外国人が多い地域を選ぶ限りはそこまで広くないんじゃないかなと。まあ、現地の物価水準はやっぱり、ベトナムとかフィリピンと同じようにですね、まだまだ安めだと思いますね。まあ、イスラム教の国なので、そこのルールに合えるかどうかっていうことですよね。あと、